お鎖は2本なくなってる。ヤオス教の女神だろうか。闇をかたどった翼の装飾を背負い、封印鎖を持っている。2つある。開かない。寝てる。起きた。危ねえ。辛いものがある。まずは肉をね、押しとかないと。強いな。お、装備エリア拡張。脈動する獣肉。これで少し安心だ。ここにも進めない。宵闇の塔スタートじゃ先に進めないのか。初行の塔から登らなきゃいけないのか。こっちも右側がまだいけない。開いてないのか。開いてる。開いてるけどどこにも行けない。構ってる暇はない。で、飛び降りたら1階に戻るだけだから戻っちゃダメ。初見です。これなんていうゲーム。でこれから戻れば。戻れなかった。これはパンドラの塔っていうね、 Wii の謎解きアクション RPG。 あえて戻ってできて、知ってるし、光
光の石。あ、ポテトさん、それは知ってるわな。ゲームプレイ中は誰が発言したとかわからないからね。よし、これでだいぶ楽になる。そしてひかりに戻ってよさそうだ。ここもあるじゃん。降りてみようか。どこに繋がってるんだ。マップ、ここか。ここ繋がってたのか。このワープするとね、ゼルダのマジックミラー思い出すよね。神々のトライフォースの。これ以上上、こっちからはいけるのか。行き止まりか。行き止まりです。で、光に、向こう側で光に戻らなきゃ。この上に行かなくていいのかも。道あるから。今行ってる道が正しいのかどうかすらわからない。まあ、正しいと信じて進めていこう。確認だね。ここ両方の鎖を取って、ここから先また鎖が見えて、あ、ここ進めないんだよな。壊せないんだよな。この鎖を追っていこう。こっちの鎖もまだ終わってない。後ろからついてくる。どうだっけ。ワープしてよかったよな。そしてここのところどころ地図見ながら行かないと。これが4階に行く道で、さっ
き、こっちの闇の方はここにまだ通ってない扉があったから、ちょっとここ、これは通れない、ちょっと逆側もあるかな、痛い、逆側も行けないのか、ここで闇になってこっちに戻ってくると、どこかあったかな、あるな、向こうが開いてない、もうここは行ってる、全部行ってるな、もう一回上か、上は直接は行かなかったね、マップ、あっちが終わったから逆、こっち、この謎をとりあえず解かないと、ここの鎖が扉として、もう一本の鎖がこの中、この中にどうやっていくか、マップ確認、闇からワープしてくるみたいだね、それともこれを勢いつけると、いけんのかな、これぐらいだな、無理やり入れるだろうって思うんだけどね、闇に渡って闇から戻ってくりゃ壊せるみたいだからな、でもここ壊せなかったしな、こっちも壊せないんだろうな、持てる場所でもないかな、ダメだな、渡れる方法がどこにもない、この上が怪しいと思うんだけど、
から向こうには行けないしな。どこにも行けない。この辺もないな。そもそもまだあと2つ残ってるからね。こっちに上がってくる前の鎖も壊し終わってないんだから、そっちを探そうか先。二階堂、あそこだ。いった、壊れた。分かった、こっちの世界の真ん中で闇の石使って飛び降りるんだ。しかし闇が溢れていない。これも降りれないし、3階から登ってこないといけないのか。3階で闇に変わって登ってくると、あの光にどうやったらいけるんだろう。マップ、ここも進んでる。ここ、とりあえず行こう。光のやつもある。光の石があまり残ってないな。マップ確認、4階へ。ここか。あ、そうか、いいんだ。ここ向こうに飛べなかったところだ。ここに来たのはいいけど何もないぞ。ショートカットポイント取らないし、あの逆側回れないし、これのあそこ行こうか。これか。あ、割と普通だ。さすがに2匹倒しとかないときついな。これは闇の石は余ってたよな。痛い。失敗してんじゃねえよ。
やばい。あれなんで効かないんだ。行くじゃん。なんかすごい攻撃してきた。危なかった。ちょっと邪魔だよこいつ。これでやっと3つ目。かなり時間制限が厳しい。大丈夫だろう。これどこだ。マップ。これ一番初めのとこだ。飛び降りたら帰るのがすぐだよ。監視塔に戻る。ふう、あんまり進まなかったな探索。今回はまだ大丈夫。はい、頼まれてた解読終わってるよ。ありがとう。また解読頼むけど。これを解読すればいい。エオス教の教えでは世界は12の断りで構成されるって話したかな。でね、その12の断りはお互いに影響し合ってるの。力を強める関係があれば逆に弱める関係もある。だから世界は絶妙なバランスで成り立ってて、何かが強まったり弱まったりすれば大変なことになるんだって。そうなのか。私が獣になった時にもし世界のものと入れ替わってるんだったら、やっぱり暗いところなのかも。肉を食え。脈動する。なんでわざわざ目の前で食べるんだろうね。別にわざわざ目の前で食べることはないよね。食べられる姿を見るのが嫌だったら裏の方でこそって食べればいいのに。あとちょっと。続爪痕の謎。爪痕は
主の実験が失敗してできたってグライアイが言ってた。あれが人の手で作られたものだっていうの？ジューシー。そんなことができるなんて。まあいらないアイテムを預けて。で売って。肉が残っておるよ。そうじゃ。じゃあさ、うん。なかなかいい金になる。始めるとするかな。では修復したいものを選ぶのじゃ。これどう？うまくいった。守りの人。これだけどう？よく壊れるんだよなこれ。他にも何か。効果はいいんだけど。まあ回復もしておこう。なんとか次で鎖は全部行きたいな。まだボスが残ってるんだから。もう宵闇から行った方が早いはず。おっと、見送りに来てくれた。久しぶりに。行ってらっしゃい。行ってきます。時々思い出したかのように見送りに来てくれる。